ごめん。びっくりさせてほんとごめん。でも嘘とかじゃないんだ。本当かって言われるとちょっと困るけど。でも、絶対嘘とか言ってない。聞かれなかったから言わなかったけど。あれは、僕が本当にそうだったらいいなと思った真心だったんだ。事実とはちょっと違った。けど、事実をちょっとアレンジしただけで。本当にそうだったらいいなって本気で思ってた。本当に本当なんだ。信じてほしい。夢を見てたんだ。夢を見ることが悪いことかな？夢を現実にする努力を僕と一緒にしてくれないだろうか？困難なこともあるけれど怖がらないで。たとえ他人から見たら違ってても、僕の言ったことこそが二人の真実だろう？他人からどう見えるかなんて関係ない。二人が納得することが一番大事なんだと僕は思う。自分たちがどうあるかなんて他人には関係ない。二人のことは二人で決めよう。返事待ってるよ。確かに、妻も恋人も他にはいなかったけど、他に婚約者がいることが発覚。そして別れました。別れ話をして、仕事関係で出会ったので、上司にも相談して別れた。指輪まで渡してきて、私の両親にも会ってたので、一応婚約ということで。微々たるものですが、慰謝料も払ってもらった。もう一方の婚約者からも婚約破棄されたらしいという話の後に来た復縁要請メール。このメールだけ見ると、まるで私だけが悪いように見えて腹が立つ。私には、事実をアレンジ嘘としか思えない。